計は耐震構造の父内藤多仲が手掛けました。ほぼ同時期にできた東京タワーの設計も内藤多仲によるものです。通天閣という名前は天に通じる高い建物という意味で、明治初期の儒学者藤沢南学が命名しました。5階の展望台には幸運の神様ビリケンの像が安置されており、ビリケンさんの足の裏を撫でると幸運が訪れると言い伝えられています。それでは通天閣からの眺望をお楽しみください。はい、じゃあ、ありがとうございます。